逃げたいときは逃げてくださいっていう話です。でも私はもし半年あのまま学校を続けてたら本気で精神病んで、おはけんぴー。というわけで今日は私の19年の人生について語っていこうかなと思います。私を知ってる人でも知らないようなことをどんどん言っていっちゃうかなと思うので、ぜひ最後まで見てってください。今日の献立になります。はじめ私の生い立ちについて、第2弾、私の芋けんぴとしての活動について、第3弾、私が高校を辞めた理由についてお話ししていこうと思います。豪華3本立てよろしくお願いします。はい、というわけでまず生い立ちについて、私は平成13年9月18日、乙女座大型大阪生まれでございます。で、これ今まで私出身地どこですかって聞かれた時大阪って答えてたんですけど、訂正します。私は大阪で生まれたんですけど兵庫県で育ちました。なので大阪生まれ兵庫育ちの兵庫県民でございます。まあ現在住んでいるところは大阪府になるんですけど、正直18まで、まあ、実家にいたので18歳までは兵庫県今は大阪でございます。なので活動も大阪でしています。私は6人兄弟の次女として生まれました。多いな正直私の身の回りに6人以上の兄弟の人を見たことなくて、今のところ知り合った人の中では私が一番多いです。で、私は、10個上にお兄ちゃんがいます。で、そのお兄ちゃんがこの動画の編集とか事務をやってくれてます。ありがとうお兄ちゃん。できるお兄ちゃん。ありがとう。で、お姉ちゃんが一人います。で、もう一人お兄ちゃんがいて、このお兄ちゃんとは1個違いで、もう2個1で育ちました。で、上から4番目に当たる私、芋けんぴ。そして妹が2人います。まあ、結構個性豊かな兄弟なんですけど、まあ、私が一番まともかなって思います。で、まあまあ普通にね、育ったといえば普通に育った。生い立ちって言ってもね、これくらいしか話すことないんですけど、強いて言うなら、なんか干支って一つの、なんだっけ、生まれ生きてる中で3周したら縁起がいいって言われてるらしくて、だからまあ12歳差が3周同じ干支でね、同じ干支でね、3周したらいいって言われてるらしいんですけど、うちの家、まあ、うちの甥っ子含めたら4周してるんですよ、確か。なので、めちゃめちゃ縁起がいいと思います。なので、きっと私は100万人登録者数いくと思ってるので、よろしくお願いします。ついでに牛年ではありません。芋けんぴさんは蛇年です。4周してるやつも牛年ではありません。イェイ。まあでも、なんとかなる。なんとかする。で、なんだろうな、なんか幼少期の思い出とかなんかありますかって質問があったんですよ。そんなにね、ないじゃない。なんか、一般家庭と違ってたことあるって聞かれても、そんなにないんですよね。まあ、強いて言うなら、毎日テレビの、奪い合いをしてて、まあ、多い時で小学校に行っている人が3人被るんですけど、毎朝同じ時間に起きて、まあ、テレビ何見るかで揉めて、で、学校を3人で行って、帰りはね、まあ、学年によって終わる時間が違うから友達と帰って、で、まあ、でもよく一緒にゲームをしました。当時、私が小学校に上がって、ちょっとくらいした時に Wii が出たのかな？確か。で、兄弟、下4人でよく遊んでました。大乱闘スマッシュブラザーズとか、あとマリオパーティー、あと桃鉄、4人でできるゲームをよくやりました。やっぱね、1人でやると、テレビ1人が独占しちゃうんで、ちょっとタブーでした。じゃあ第2個目の項目、私の活動についてです。で、前の動画でも話したと思うんですけど、私コスプレを始めたきっかけが、母がね、初音ミクと鈴宮春日のコスプレを買ってきてくれて、で、それが楽しくて、小学校の卒業式でもコスプレしたいって言ったら、初音ミクの千本桜の衣装を用意してくれて、でそれを校長先生に許可取りに行ったら全然いいよって感じだったので、小学校で、みんなの前で初めて千本桜のコスプレをしたっていうのが始まりなんですけど、で、中学生の時にアカウント作って、芋けんぴって名前で始めて、
でね、ちょうど小中学校卒業するくらいの時に、あるコンカフェさんからイベントに出ないですか、うちのカフェイベントに出てほしいですっていうお誘いがあったので、のこのこ行って、で一日楽しかった、で働いて初めて人生でお給料をいただいて、そのお給料で兄弟全員とお母さん、あごめん兄弟全員は言い過ぎた、兄弟の下2人に、何だったかな、一番下の妹はクリケがすごかったんで飴ちゃんあげて、でもう一人の上の方の妹には、何だったかな、あげたもんでかいぬいぐるみか何かあげて、でお母さんに座布団をあげました。初給料でね、親孝行するっていう、なんとも優しい子なんかなんとなく母にプレゼントを渡したかったので、初給料でプレゼントを渡して、そしたらそのコンカフェさんで働かないですかっていうのを言っていただけて、あじゃあ働きたいですっていうのが私のコンカフェとの出会いです。なのでまああれなんですよね、正直他それからあと2店舗、今のところ含めて2店舗で働いてるんですけど、全部紹介とか案内が来て働いたので、私は正直コンカフェの面接っていうのをちゃんとしたことはなくて、まあ受かるの前提で行ったみたいな感じなんですよね。だからコンカフェでどうやったら面接落ちないですかっていうことを質問されたんですけど、正直わかんないです。なんかもう働くって聞かれて、働きますって言って、じゃあまあ仮にまあ面接するからおいでみたいな感じだったで、ちょっと参考にはならないんですけど、まあそれは一旦置いておいて、で初めてコンカフェで勤めることになりました。でそこからまあ東京コミケ行ったり、おほここす行ったり、大阪ニコニコ町会議行ったり、まあそんな感じで活動をね、もうなんとなしじゃないけどなるようになって活動してたら撮影会にも呼ばれて、で気づいたら通販やって、気づいたら YouTuber になっていたって感じですね。本当に人生なるようにしかならないっていう。で私正直な話をすると、高校を辞めるまで私はこの活動、コスプレというかもうネットの活動全てにおいて、職業にする気はなかったです。でも今は職業コスプレイヤーとしてやらせていただいてます。そのお話とはチッチリリン、ご飯へ続く。はい、というわけで後半、まあ、これがね、私が今日お話ししたかったことの、まあ、9割占めてるんですけど、実は私が高校を辞めた理由についてです。まあ、私はまず特殊な高校に通ってました。私は看護師を目指して、看護師の勉強ができる高等学校に通っていました。で中学の時に看護師になりたいって思ったきっかけがありまして、まあ、それとは別に私の母がもともと看護師を目指していてなれなかったですけど、まあ、そのなんでなりたいのっていうのを聞いた時に、ああ私もこう思える人間になりたいなと思って看護師を目指しました。でも結局のところ私は辞めました、高校を。そして看護師になる夢を今は諦めてます。でまあその理由についてというか、まあ憧れで入ったし、入学した時に初めに言われたんですよ、まあ、多分卒業するまでにここに10分の1の人は辞めてます。なんでなんとなしに親に言われたから、この学校に入った人はみんな辞めるでしょうって先生に初めに言われたんですね。で私はもう自分でなりたいって思ったし、なんでなりたいかも明確だったので、私は絶対に辞めないだろうと思って高校に入学しました。でも結局私は2年半で高校を辞めました。残り半年、まあ、正確にはね3ヶ月くらいだったんですけど、まあもういいというか看護師になりたくないって思っちゃったんですね。で、まあ、それについてはね、ちょっといろいろ言っていいのか分かんないっていうのがあるので、オブラントに包んでお話しすると、私が想像してた看護師の仕事ではなかったってわけでもないんですよ全然違ってて、なんだろう、実際のところ私って結構自分のこと忍耐力あるとも思ってたし、頑張れる人間だし、なおかつ頑張りたい人間だと思ってたんですけど、実際実習に行って病院さんにお世話になって病棟で実習をさせていただく中で、自分が担当させていただいた患者さんが亡くなったんですね。でそんなに死について考えてなかった人間でもないし、身近な人、まあ身内に不幸があったっていう過去もあるんですけど、私の中に。
なんですけど、それでもなんか看護師としてその人と関われたか、十分に関われたか、その私ができること、私ができるケア全てが全部できたかって言われたらそうじゃなくて、だからそういう現実とのギャップに私は多分やられてしまったというかなんか志が高かった分できない自分にかなり絶望したんですね。だしそれでまあやっぱり仕方ないことだとは思うんですよ。そんなことやめた私が言えることではないと思うんですけど、学生だしまだ正式に資格が持ってるわけでもなければ、初めての長期の実習だったわけですし、まあ仕方ないし、それでも乗り越えたら看護師になれるんだろうなってことは分かってるんですけど、分かっててもやっぱりしんどかったんですね。だから私は学校から逃げ出しましたこの表現で正しい、逃げ出しました。別にそんなにしんどい思いもしたけど楽しい思いもしたので、悔いはないといえばないんですけど、まあ、何を伝えたいのかっていうのを先にもう言っちゃうと、逃げたい時は逃げてくださいっていう話です。私実際あと半年学校に行ってたら、准看護師の資格ではあるんですけど取れてたし、ってなったら資格があるだけで全然ね、もうこの世界って結構行きやすくなるんですね。その就職であったり勤めるにあたって、まあ准看護師って、まあ、どこでも働けるんですよ基本的に。もうどこでもって誰か、まあ、保育士でも働けるし、保育所でも働けるし、まあ、病棟でももちろん働けるし、あの実際准看護師の資格があったけど確か自衛隊とか、まあ、そういうところでも働けるあとあるとなしじゃ全然違うんですね。でも半年でそれを手に入れれたというか、頑張れたぞっていう証を作れたのに、私が結局今持ってるものっていうのは資格が持ってないってことは、私が2年半頑張って努力したことを証明する術はないんですね。でこれって大きな違いだと思うんですよ本当に。でも私はもし半年あのまま学校を続けてたら、本気で精神病んで、人生生きてたらなんとかなると思うので、もし今しんどいこととか辛いことがある人、まあ私がね何を言ったって責任がない言葉ではあるんですけど、逃げていいんだよってことを伝えたいです。私は結局学校から逃げたし、それでねすごい学費払ってるんですよ親が。だし学校の先生も毎日電話かけてくれて、起こすところから起こして学校行ったし、友達に関しても友達に関してもめちゃめちゃ応援してくれたんですね。もうケンピ頑張って学校行こうって、授業受けようって、自習手伝うからって、まあ、そう言ってくれた友達もやっぱりいたんですね。だし、まあ、全体的にみんな気遣ってくれてたっていうか、だから本当にいい人たちだったなって思うんですけど、そんだけみんなに応援されても私はそれを拒否して逃げたんですね。結局頑張ってたら頑張ってたで、それが形になったかもしれない、かもしれない運転なんですけど、何かその先にある、なんだろう、まあね、そんなのしんどい人には言ってもわけわかんねえよって言われるだろうし、私も実際今の言葉を当時の自分に言ったって話聞かないと思うんですけど、でも結局何かしら人って絶対可能性はあるし、今私がこうやって楽しく暮らせてるし、楽しくお仕事できてるのもあの時辞めたからこそだと思うんですね。なのでもし今しんどいことや辛いことがある人は逃げてもいいんだよってことをお伝えしたいです。まあ、学校今はねコロナの時期で全然学校に行けなかったりあとはねリストラとか辛い不景気な時代ではあるんですけど、でもねいつかそんな時代も強く生きてきたよって、それでも俺生きてきたんだよ、私生きてきたんだよって、まあ全世界の人に私は言ってほしいなって思うのでみんな頑張って生きていこう、そして逃げてもいいんだよっていうことでした。以上です。
愛してゆこう。泣いちゃった。こんなつもりじゃなかったけど。